なラボ魚ちゃん、サイちゃんです。はい、サイちゃん、はい、壊れた。早すぎ。グランボード 3S が壊れたんだよ。地味に高くない、あれ。そうっすね。少なくともさ、任天堂スイッチぐらいはするじゃん。あ、スイッチぐらいしますね。買ったのがさ、はい、今年の3月ぐらいにゲットできてたな。はい、2ヶ月早すぎ。さすがに2ヶ月でスイッチ1台分は嫌だな。痛いっすね。メインで使ってたのはサイちゃんだから、サイちゃんが犯人なんだけど。普通に何やってたの？ひたすらブルブルしてました。うん、そう。全部いじめすぎたらブルの部分だけセンサー反応しなくなったっていうところだったんですけど、もともと僕ら 200S でブルを1年ぐらいずっと投げててぶっ壊したんですけど、まあ1年間は持ってたじゃないですか。持ちましたよ ね。グランボード 3S はわずか2ヶ月で死んだっていうところがあったので、ちょっと怒ってます。でもまあこれ怒ってるだけじゃしょうがないんで、はい、今回はさ、改善していきたいな。そうですね。もっとグランボード 3S を快適に使えるようにしていきたいなと思うんだけれども、はい、グランダーツさんで解決策が載ってるらしいじゃないですか。公式の Facebook に載ってたんですけど、ブルのセグメントスポンジを外しちゃうか、そのセグメントスポンジをカットして薄くすると反応が良くなるって書いてあったんですよ。はい、なので今回ちょっとそれをやってみたいと思います。もっと早くやるべきだったかもしれない。もっと早くやるべきだったかもしれない。それではサイちゃんが全部やってくれるんで行きましょう。レッツゴー。はい、それではサイちゃん、はい、よろしくお願いします。それでは解体を始めます。はい、こういう時に私は絶対にやりたくない。なんでですか？この外側のネジを一つずつ外していきます。はい。開いた。スポンジ外します。これを外す、はいはいはい。でこれをこう切れないように気をつけてくださいね。うんうん、こう切れちゃうとセンサー反応しなくなっちゃって。やば。これですね。このスポンジです。このスポンジを外します。はい、取っていいですか？あ、どうぞ。こういういいとこだけ取っていく。じゃーん。え、あ、インブルがついてきた。インブルついてきた。インブルのスポンジはこれ残しとくの？取っちゃいます。取っちゃうか。取って反応するならいいですかね。一旦これで、はい、やってみましょう。戻します。よいしょ。で、これを同じ位置に戻す。200S も含めると結構解体してるよね。結構解体してますよ。200S ももう3、4回ぐらい。そう。でもやってて思ったんですけど、うん、200S より解体が楽。位置が分かりづらいんですよ。ああ、そうなんだ。うん、もう位置が決まってますもん。いや、もうこういうのは交換することを前提に作られてるよね。そうですね。さいちゃんって一応彼女いるからさ、はい、リア充じゃん。はい、リア充でさ、はい、年収も実は世間の平均年収よりもらってるじゃん。あんま残念な人じゃないよね。残念な理由が知りたいですね。なんか直すべきことがあるなら直せればですけどね。できました。はい、ありがとうございます。それでは設置してみましょう。設置します。さあ、運命の瞬間です。これでうまくいくのか。はい、グルに入らない。グルに入らない。ならない。ならない。ならないよ。指押しでいくのかな。よしでもいかないね。もう一回スポンジちょっと削ったバージョンでやってみようか。そうですね。ね。いや、反応しないな。反応しない。反応しないな。いや、もう一回やってみよう。もう一回やっても変わんないと思うけどな。押しても反応しないからセンサーかな。もうセンサーですね。指押し判定はできるようにしてあるからセンサーですね。戻ろう。はい。ダメだったね。ダメでしたね。うん、スポンジのところをやってもダメだったから、多分センサーがいってるな。
2ヶ月で知るのはちょっと痛いよ。早いっすよね。センサーとか取り寄せて、はい、とりあえず直しに行ってみよう。そうですね。ね、他にね2ヶ月で死んでるっていう人はあんま見たことないんで、はい、商品自体が悪いわけじゃないんで直して使っていきたいなと思っております。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。いいなと思った方高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てくださいね。それでは毎度毎度。